ユースタス・ロレーンは、イギリスの航空の開拓者であり、イギリス陸軍航空隊で最初に航空機事故で殉職した将校である。11代巡弾尺ランブトン・ロレーンの長男として生まれた。南アフリカのグレナディアガーズに従軍した後、1902年の夏、イギリスに戻り、その後ナイジェリアのラゴスの司令部のスタッフとして従軍し、 後に、イギリス空軍の父と呼ばれることになるヒュート・レンチャードの1907年から1908年にかけての遠征に、部隊長として参加した。1909年ナイジェリアに駐留中に、ルイ・ブレリオのドーバー海峡横断飛行のニュースを知って、好奇心を刺激され飛行について知ろうと決意した。国費で飛行訓練を受け、1911年11月7日、 イギリス飛行クラブから154の航空ライセンスを得た。アイルランドに駐留するトレチャードに飛行技術の習熟を報告し、1912年のるか夏にはトレチャードにも飛行を学ぶことを進めたので、トレチャードは第一次世界大戦中にフランスで航空隊の指揮を行い、その後イギリス空軍の最初の長官となった。 ロレーント・ウィルソンの記念碑ロレーンは1911年の内科1912年の初めまでにラークヒルに基地を置いた航空大隊の第二隊に配属された。2月後の1912年7月5日にロレーンと観測士の RHV ウィルソン軍僧はニューポール単葉機でラークヒルを訓練飛行で飛び立った。急旋回を行った時飛行機は墜落。 ウィルソンは即死し、ロレーンは墜落後しばらくしてから死亡した。ウィルソンとロレーンは、イギリス航空隊で航空機事故による、最初の殉職者となった。ロレーンらが墜落した、ストーンヘンジにし1マイルほどの十字路に、ヘアマンズ・クロスと呼ばれる十字架の記念碑が建てられている。エビー・ボイル、アンドリュー、トレンチャード・マン・オブ・ビジョン、ストリート、ジェームス・ズ・プレイス・ロンドン、 コリンズ、ピアニッシモ・九95ハットグレートブリテン SEARLIESTAVIATOORSATCONTENT-TELIVER ット c o u k ありがとうございます。